マリサ町から新しいエリアね。次は海のステージかる。そう。文字化けしてない？全く何を言ってるのかしら。いや文字化けしてるって。読めねえって。何を？この世界は私に優しくない世界のようです。ということで冗談は玄関前に置いておいて、今は冗談も置き配の時代。冗談玄関前に置いておきますね。はい、やかましい。本日一発目のマリサのやかましいをいただいたところで、いややかましいをいただきますじゃないのよ。いや、そして食べ過ぎたー、じゃないのよ。海だー、やったー、やかじゃん。だから一部のマニアにしかわからないボケやめてくれって。恥を知れ。お前がな、ちょ。これは、電子ですか？電子ですね、それ以外ないですね、はい。海に入ったら自動で浮き輪が装備されるんだけど、これどういう仕組み？仕組みとか考えちゃいけない。アルソックに加入すればなんてことないです。家以外も守ってくれるとか万能か。アブアブアゲギョブイブギファ、吸い込み方の癖強すぎ。霊夢さん案外普通のもの吸い込めないんですね。影響妨害だ。いや仕打ちがひどい。いや突っ張り棒使うな。私に食べられないもん。いや結構食べられないものあるな。お前里芋食えないだろ。リアルに食えないものを言うな。しかしあの奥絶対なんかあるだろ。きっと中にはお宝。あそこはスルーで行きましょう。おやめなさい。いやあ、また天使爆誕しちゃい、もろろろろろろろ。誰か私に睡眠薬を盛りました。だとしたら命の危険がありますね。気をつけてください。ふっふっふ、やっと寝たか。さあどう調理してやろうか。まさかの相棒の裏切り。ぜんざいか？おしるこか？いやそれ違いがわからないんだけど。私を餅として扱わないで、っていうか何の能力なのかもさっぱりわかりませんでしたね。寝て体力回復。的な能力なのかもな。マリサ、ワニがいますよ。ワーニングってな。誰かが変声機で私の声を使って私を陥れようとしてます。お前の周り敵ばっかりじゃん。しかもこのワニ倒せませんね。これが本当のワーニングってな。お願いだからやめて。さ、こんな呪われた場所さっさとずらかりましょう。お前のせいだろうが、だがカチカチナッツ終わるまでは先に進めない。それもミッションだからな。そんなことより、これクラムチャウダーに見えない？お腹空いてるの？欲しいもあげよか？さっきから芋ばっかりだな。私の空腹が全然満たせてませんが次のエリアへ、そろそろ東京ドームとか大阪城ください。胃袋弾け飛ぶぞ。とりあえずそこのパン食っとけ。こんなパンじゃ全然満たされませんね。100個は用意しておいてもらわないと。だから胃袋ぶっ壊れてんだって。それ前回強化したファイヤーだろ。やっぱり性能機。あ、チチチチチチ。頭の厚さは変わりないですね。気になるのそこじゃないんだ。攻撃力とか変わったかが気になるのよ。おっと、それを試すにはうってつけの何かが登場しましたね。肩起こってそうな見た目してますが、お前にはこれがどうやって見えてんの？肩こりにはやはり温めることが重要なので。あそこに結びつけるのね。無理やりすぎる。ということで全身温めておきますね。温めるとかいう次元じゃないのよ。燃えてんのよ。配信中に100均で買った永久マッチいじってて燃えちゃったぐらい燃えてんのよ。そんな人もいたな。まあでもファイヤーが強化されたかと聞かれると、日々進化し続けてると思います。おもんな。どうした？おもんな同好会でも加入した？どんな同好会だよ。ということで霊夢ちゃんのくっそ面白いボケで笑い転げて倒れていきましたね。こいつのメンタルの強さたるや。私だったらもう画面に映れないレベルだね。言い過ぎだろ。さ、能力をクールポコポコに変えまして、そういえば最近やってなかったな。急なポコポコ復帰でー。そんなことよりマリサのスネ毛でもチェックしますね。はい、いやいやいやじゃないのよ。いやちょっと待って、私こんなスネ毛ないんだけど。いやそこじゃねえだろ。私どっから足生えてんだよモンスター。はい、いやだからじゃねえんだって。今こんなご時世だからハイタッチになったんですってね。私心の準備でてたのに。気持ち悪い発言やめて。照れないで。なんか他人とは思えない奴がいますね。いただきます。うわ、見た目的にはこっちのが美味しそう。まあ食えないんですけどね。他人とは思えないと言っていたのにもかかわらずすぐ食す。美食家クラブに加入します。味覚ぶっ飛んでるんだから無理です。お寿司美味しいとか言ってるような奴だからな。普通じゃね。この見た目のせいで普通のこと言っても伝わらねえ。懐かしすぎる。スン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 。お、また救助者がいたか。強盗を助けてあげてください。いや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 、強盗なんてダメだよ。名前で選んだな。助けるのかい？助けないのかい？だー助ける。あとは警察の方に再び捕まえてもらうとして。二度でも。できれば自首してね。今日も世のためになることをしてしまった。犯罪者の話にしましたよね。ふがふがしいわ。すがすがしいだろ、息荒くすんな。見ましたか皆さん。誰かが頑張って作ったであろうオブジェをあんなにためらいもなく、極悪非道です。犯罪者の話にしたお前に言われたくねえよ。しかもミッションっていう。私一人でプレイしてたら絶対にクリアできないミッションだったわね。いい人アピールやめろ。さ、次のエリアはうずしおぐるぐるびっくりんこステージですが、ネーミングがダセーよ。しかも字幕強調してんじゃる。うわー、助けてくれくらえ。スクリュースライダー。助けてって言ってんの。野球でありそうな技名だね。どう？楽しめた？うん、楽しくはなかったね。むしろ命の危険を感じたね。はい、いやだからじゃねえのよ。あ、こいつ頭の脳みそ溶けてるんだった。それ実質死だろ。代わりにお金入れておきますね。いや脳内メーカーの結果みたいになってるから。いや霊夢さんがめついわー。勝手にフランが詰め込んできただけですから。ちなみにガチで調べたらこれでした。何これ。犬の妄想ばかりする一年になりそうです。暇なの？いやでもこれ実際の人数人で調べてみたんですけどね。何怖い。マジで当たってます。こわ。いやそれカービィのゲーム実況だよね。それな。まあ気になった人は脳内メーカー2022で調べてみてくれ。そして不穏に思った方はこちらをお買いなさい。運気が上がるツボとか言って売りつける気だろ。いえ秘伝のタレです。わお万能調味料と。まあ話が逸れてしまったわけですが、花粉症のメカニズムの話に戻りますか。話してないので戻れないですね。このチャンネルでそんな知的なこと話せるおつむがないですね。なんてったって脳みそこれだからな。犬の妄想最高。
へえ、よう、犬の妄想、妄想することしかやることない。やっぱ暇なんじゃねえか。暇ー、暇ー、暇なんですー。昼なんですみたいに言うな。さ、くだらない話してる人は置いてっちゃいますよ。お前だよ。すんすんすん。お、次は誰だ？助けたくなるような人頼むぜ。それはもう任せてください。次はウィル・スミスです。いや、助けてあげたくなるようなこと起こったけども、うちらが同行できる問題じゃねえっていうか。スミス、今助けてやるから待ってろよ。でもどうやって？霊夢、こっちだ。マリサ、あとは頼んだ。わー、何やってんのよ。まあ何をやってるかと聞かれたら、息してます。私小学生と喋ってたかな？さっきの映像は皆さんの妄想です。あ、これミスの言い訳を考えてるの図だったんだ。ちげえわ、てか私の脳内使い回しすぎだろ。じゃあマリサの脳内も置いておきますね。何この結果怖い。完全に脳内病んでますね。そんな画像の背景で楽しそうな映像。いや、この一点集中してる感じ、完全に落ちてますね。いや、そういうところで止めるからだろ。悩み、聞こか？だから落ちてねえっつうの。次はワニ、ワニパニックゾーンです。どっちかというとワニより君らがパニックになりそう。ワニなんてものは動物の真似でもしてればまず安全です。クオリティタッカ。てかそれ動物じゃなくて虫だけどな。いや、思いっきり牙向かれてますやん。おかしいですね、誤算です。お前の頭がおかしいです。うわー、あんな倒せない敵どうするんだよ。かくなる上は共に逃げよう。よよいのよい。いや、さかなクンみたいになってるから。霊夢、私は置いていけ。そんなマリサだけ置いていくなんて。いや、私はワープできるからさ。ずるくない？さ、ワニにもパニックせずにクリア。お肉。やかましいわ。いや、やかましいおかわりじゃねえんだって。いや、やっと食い物を見つけたぞ。なんか電気とかきそうな見た目してるけど大丈夫？ごくん。口がほじまペン。はぁー。え、ちょっと誰かブレスケア持ってきて。講習機にしてんじゃねえよ。だって昨日ニンニク。ニンニクを添えてを食べちゃったのよ。ニンニクしか食ってねえじゃん。私の講習の餌食となり。なんて恐ろしい技だ。風で吹っ飛ばすだけじゃなく匂いで攻撃するなんて。やめて。これでも女の子なのよ。くぜー。いや、お前風車まで草がってんじゃん。風車が自我を持ってんじゃないよ。お、船だ。操縦は私に任せろ。あ、ちょっと私強体極拳の。あー。なななななんで私。やー。ワニ。マリサパニック。マリマリパニックって。いや、おもんな。ひー。ごばー。ワニまで倒したんですけど。取りかじいっぱーい。あぶや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 。壁にぶつかるから、しっかり捕まって。やー。なんでお前までびっくりしてんだよ。私後ろ向きだから前で何が起こってるのかわからないのよ。それでよく私を先頭に乗せてたな。でもダメージ受けてるのは霊夢なんだよな。私は精神的ダメージを受けています。これはポテトフライ。駄菓子かな？こいつはいつも体が脂っこくてな。だってあげてあるんだもん。性格は塩っぽくてサクサクしてんだよな。サバサバしてるみたいに言わないで。これで最後のワドルディも救出。よし、じゃあマリサ戻るぞ。私はトライアスロンに挑戦中ですので泳いわー。いや、今自ら乗っていっただろ。ということで無事に到着。ブオ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 。何してんの？生きてる、頑張って生きてる、ということでゴールです。何これ？カチカチナッツはゴール右手にありましたわ。後抜け落ちた看板のところに立って、ハイチーズ、これでミッションクリアです。最後までご視聴いただきありがとうございました。